はい、じゃあ今日はオートエンコーダーと、変分オートエンコーダーということで、はい、吉田が発表します。今日は、まあ、ちょっと急いで作って時間がなかったので内容も薄いですけど、まあ、これあのあの参考にして、でこれらの画像を今回は主に利用して、説明していきたいと思います。でまずオートエンコーダーっていうのは何なのかっていうと、これは調子なし学習の、識別モデルのニューラルネットになっています。でこれはですね、まあ、後に説明するあの変分オートエンコーダーと対比すると決定論的に、まあ、入力を受けて出力が決定されると言われています。でこれは、まあ、非線形の次元圧縮とかに主に用いられるものになっています。で線形の場合は、まあ、姿勢分解析が、まあ、それに当たります。でまあどんな感じなのかっていうと、これは渡辺澄夫先生のスライド のそのまま持ってきたものですけど、これが、まあ、変分オートあーじゃなくてオートエンコーダーになっていて、中間層のノード数が、減っている。で入力に対して、これがどんどん次元を圧縮していって、いわゆる画像とかで分かりやすいだと分かりやすいですけど、特徴量だけどんどんあの、受け取っていって、最終的に中間層で、それをまたこの出力に今度復元しようとするわけですね。要するにこっち側で圧縮していって、こっち側で今度出力でまた元に戻そうとすると。でこれとこれができるだけ同じ入力と出力の誤差が少なくなるように、深層学習の、はいですね、まあ、誤差弱電波ではないですけど、重みを変えていくと。そうすることで、例えば、まあ、姿勢分解析になりますけど、そちらと結局入力と出力が同じになるような、平面を見つけてやるみたいな、そのような感じになるわけです。でじゃあ変分オートエンコーダーとは何かということで、こちらはですね、生成モデルの、ニューラルネットワークとなっております。これは、まあ、入力受けて出力がどちらかというと確実論的に決まります。で、まあ、これはですね、先ほどは、まあ、こっちも誤差逆転判はするんですけれども、それ以外にあのエルボ、証拠の、下界、まあ、あるいは変分加減を最大化、まあ、あるいは自由エネルギーを最小化するように、設定していくっていうのが一つの大きなポイントになっています。で、ですけれども変分ベース法と違うのは、変分ベース法は平均馬琴時する上でパラメータの独立性というのを仮定するんですけれども、今回はそういうことをしないで、逆に隠れ変数がガウス型分布、まあ、とは限らないですけども、そのように何かしら分布してあると決めて、でそれがその X のそのガウス型分布がその X の平均値と標準偏差によって決める定義付けられる。そして、平均と、標準偏差とそれに、適当な ノイズっていうかランダムなノイズを入れ、まあ今回の場合は、まあ、Z がガウス型分布になるためこのノイズをガウス型に入れる必要がありますけど、それを入れてこれを、平均均とこれをかけたものを足し合わせるという形になっています。こうすることで、これがないと Z を固定でガウス型にするとこれが誤差逆転判が伝わらなくなるんですけども、これを Z をしっかり数式的に表してやることで、このようなノードの形を取ってやることで誤差逆転判がしっかり、こちらのエンコーダーの方にも伝わるっていうのが、特徴的になっています。で、まあ、今回は分かりやすい形になっていますけれども、まあ一般的っていうか、いろいろこっちのエンコーダーとかデコーダーの形はいろいろあって、例えば、よく見るのが LDSTM になっているとか、そういうのが、あります。
で最後にあの生成モデルっていう話をしたんですけど、生成モデルはたくさんあります。まあ、識別モデルもたくさんありますけれども、今回、説明したのが、まあ、簡単にですけど説明したのが、変分ベース、変分オートエンコーダーになっています。でそれ以外にも例えば GAN とか、他にもいろいろなこのようなモデルが あってありますので、まあ、次回は、しっかり作って、まあ、変分オートエンコーダーと、まあ、GAN の違いとかについて、まあ、説明しようと思っています。では以上で説明を終わります。